はい、こんにちは、ハービーです。本日は2020年3月の29日日曜日です。皆さんはいかがお過ごしだったでしょうか。ということで急に始まりましたこのハービーの歌動画以外の動画なんですけれども、まず動画を見てくださっている、皆様にですね、いつも動画を見ていただいて本当にありがとうございます。コメントなどもね、いろいろ書いていただいて本当に、ありがとうございます。まあ、全部読まさせていただいております。まあ、なかなか時間がなくてこう一件一件にコメントをね、お返事書いたりとかできていないんですけれども、まあ、コメントの中にはですね、質問だったりこうリクエストだったり、まあ、アンチだったりクロちゃんに似てるだったりデブだったりハゲだったり気持ち悪いだったり、まあ、いろいろコメントはあるんですけれども、まあ、全部に、反応していけないので、今日はですね、そのコメント欄にいただきました、質問ですとかコメントに答えていきたいなと思います。では早速質問コーナーに行ってみたいと思います。レッツゴー。でまずハーミーの年齢なんですけれども、今現在、この2020年で、35歳です。でもういい大人です。というかもうおっさんです。見た目おっさんで声20代みたいなこうコメントを結構いただくんですけれども、まあ、ここでね、年齢を発表させていただきました。あとですね、コメント欄で多いのが、校長先生に似てるとか、どこのどこの教員なんでしょうかという、まあ、率直な逆に質問したいですね。はい、あとね、役職ですね、部長とか課長こんなところで何してるんですかとかっていうコメントが結構あるんですけど、役職はねないです、今のところ。はい、平というか、まあ、特に役職はないです。はい、あとですね、どうやったらそういう高い声が出るんですかとか、どういう風な練習をしたら出るんですかと、高い声が出るんですかとかっていうコメントをいただくんですけれども、自分でもね、どうやって練習したかとか、なんかどうやって高い声を出すように頑張ったかとか練習したかとかっていうのは特に自分でも分からなくて、高い声を出す特別なこう練習をしたとかっていうこともないんですよ。だからまあ歌の練習とかはしてきましたけれども、まあ、でも特別こう高い声にこうフォーカスして練習してきたとかっていうことはないですね。あとね、困るのが、その声くださいとか、まあ、中にはこうその声帯くださいとか、いやいや怖い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 みたいなね、そういうコメントも中にはあります。声帯は差し上げません。はい、ということで、いろいろなコメントについてですねお話ししてきましたけれども、これからもいろいろなね、面白いコメントなど、いただけると、嬉しいです。では短いですが以上で動画を終了させていただきたいと思います。この動画がいいと思ったらグッドボタン、高評価ですね、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、では次の動画でお会いしましょう。ハービーでした。